なのは、UNIX を中心としたシステムで使われるカーシスを使ったテキストエディタの一種である。スクリーンエディタの一種でありながら CUI を用いて編集を行うことが可能である。スクリーンエディタとして有名なものはすでに多数存在するが、このエディタの特色は、その操作方法が v i z w i g に慣れたユーザーにとってわかりやすいため、初心者でも 比較的容易に扱うことが可能という点にある。GNU なのは最初1999年にチップという名前でクリス・アラグレタによって作られた。彼のモチベーションはフリーではないライセンスで配布されているピコのフリーソフトウェアの代替物を作ることであった。2000年1月10日にソフトの名称はなのに変更された。 これは既存のユニックスユーティリティチップとのコンフリクトを避けるためである。2001年2月なのは GNU プロジェクトの一部となった。GNU なのはピコには欠けているいくつかの機能、シンタクスハイライティング、行番号の表示、正規表現を用いた検索や置換、ラインごとのスクロール、複数のバンファ、グループに分けた行ごとのインデント、変更可能なキーバインディング、 編集のリードとアンドなどを保管している。2003年8月11日、クリス・エルグレタは公式にソースコードのメンテナンスをデビット・ローレンス・ラムゼイに任せた。しかし、2007年12月20日にラムゼイはナノのメンテナの立場から降りている。2016年6月、ナノプロジェクトの代表開発者と他のアクティブなメンバーは GNU プロジェクトを離れることに合意した。 これは FSF の著作権の割り当てに関するポリシーに対する意義に基づくもので彼らは脱中心化されたコピーライトの所持は GNU、GPL GN の強化を邪魔することがないと考えていたこのステップはデビアンとアーチリナックスで認められ GNU プロジェクトはこの移動をフォークと呼んでこれに抵抗した2016年8月19日クリス・エルグレタは GNU によるナノに関する特別なコピーライトに関する情報を受け GNU ファミリーにプロジェクトを戻すことをアナウンスしたバージョン2.7例はこの後2016年9月にリリースされているナノは GPL のもとで配布されているナノは6と異なり起動すれば即キーボードより文字入力が可能であり直感的な操作が可能である 入力位置は方向キーを使って自由に指定が可能である。ファイルの読み書きや検索のようなコマンドはコントロールキーまたはメタキーの組み合わせによって実行するが常に画面の下部に主要なキー割り当てが表示されているため操作方法を知らないユーザーでも扱うことができる。それ以外のキー割り当てについては G を押すことで知ることができる。 最近の仕様な Linux Distribution や MacOS では標準で同梱されているが Emacs や Vim といった高機能なエディタに比べて機能面では制約がある。Nano の元になった Pico は1ファイルのみが編集できる単純なエディタであったが Nano では大きく拡張されておりバッファーを切り替えて複数のファイルが編集できたり検索に正規表現が使えたり シンタックスハイライトに対応するなど必ずしも単純とは言えないエディタになっている。ありがとうございます。